皆さんこんにちはレ REC 専任講師の田中ですこの動画では予備論文直前集中講座ということで6月4日に開講する直前講座の説明というのを進めていきますこの予備論文直前集中講座は その講座名の通りですね、予備試験の担当式試験から論文式試験までの、まあ、約2ヶ月弱の期間ですね、予備試験の論文式に向けて集中的に学習を進めていくという講座になります。ちょうどですね、予備試験の担当式試験の合格発表が6月2日ということになりますので、その担当の合格発表後にですね、6月4日から順次科目をね、学習していって、直前期のペースメーカーとして使っていただきたい講座ということになります。まあ、例年もですね、 予備試験の担当から論文の間で集中講座というのを開いていますので今年の集中講座ということになりますでまずですね今年の集中講座については講座の時間数については全10回各科目ですね法律実務基礎科目を含めて9科目ということになりますが、まあ、民法は若干ボリュームが大きくなりますので民法が2回そしてその他の科目ですね商法民事訴訟法刑法刑事訴訟法憲法行政法そして刑事民事のそれぞれの実務基礎科目に についてはまあ、全1回ということでまあ、合計28時間まあ民法のみですね2時間かける2ということになりますのでまあ、その他は3時間で、えー、合計28時間の講座ということになります、えー、具体的に講座で扱っていく内容についても、えー、これから説明していきますがまあ、基本的に対象としているのはまあ、予備試験の担当式試験を合格してまあ、予備試験の論文式に向かっていく方ということになりますけれども まあ例えば来年合格目標ということであったとしても、まあ、今年予備試験の論文に向けて本格的に学習を進めていく、まあ、仮に合格目標に達成していなくても、まあ、予備試験の論文を受けるつもりで本気で学習していく方もですね、えーぜひえー 実際の受験生がですね、合格していく受験生がどのような形で勉強していくのかというのを体験していくという、まあ、そういう意味でも有益だと思いますので、まあ、合格者の方だけではなくてです、ね、来年目標で、今年本気でこの直前期に当たる部分のね、学習体験を積んでいきたいという方もですね、ご参加は歓迎ということになります。で具体的な講座の内容についてですが まずですね、講義内容についてはこちらですね、ホームページの方で載っているところに即して説明していきますが、基本的にはまず、講義形式で行うものについては、今年のですね予備試験論文式で問われる可能性が高いものというのを、一問一答形式で高速で回していくということになります。具体的にはですね、 まあ予備試験の過去問で出題されたもの、えー、それから、まあ、意外と予備試験の受験生で手薄になっているのは、司法試験の過去問で、かつ予備試験で今後出題されることが、まあ、十分予想されるような分野で、まだ予備試験で未室なものについては、まあある程度対策をしていく必要があります。で、ただ司法試験の問題というのは膨大ですし、まあ実際には え、予備試験のレベルではそこまで必要ないのかなという問題もありますので、でこちらの方は、私の方で必要なものを取捨選択する形で、そして、ま、事例問題を解いていくということになると、どうしても、スピード感というのがどうしても担保できませんので、なるべく一問一答形式という形で、まずレジュメという形で出していくと。で、そのレジュメで一問一答形式になっているものについて、講義形式でどんどん回していくということになります。え、具体的にはですね、まあ、予備試験の過去問で問われたものに については全て網羅する形、そして司法試験についても、まあ、近年の問題の中から重要なものを拾っていくという形になります。そしてですね まあ近似の重要判例についてもですね、えー、論文で問われうるものについては、まあある程度、一問一答形式ということにはなりますけれども、えー、網羅的に学習していくということになります。えー、どうしてもですね、この講座のコンセプトとしては、えー、なるべく時間数を取ってね、学習していくということも有益ではあるんだけれども、えー、どうしても直前期だと受験生のそれぞれのね、進捗に応じて学習内容って変わってきますから、講義でオーバーワークになってしまうということは、まあなるべく避けるべきというふうに考えていますので、まあ一科目、 まあ民法は4時間ですけれども1科目民法以外の科目は3時間という形でもう区切ってですねその3時間の中でできるだけ高速で出題されるものを回していくそしてその中で不安なところとかもしくは学習が十分ではないところというのがあぶり出されたらその内容についてご自身でしっかりと復習をかけていくという形の講義を予定しています。ででですののの基本的にににはは予習といいいう形形行われるるも一一問一答形式の質問答式質あたた部分につてて目を通していただ それでまあそれに対してスムーズに答えられるかかどうううととといいいことをチェックしていくという内容でで十分ですでそして講義の中では Q&A の A の部分について解説をしていくことになりますのでその内容についてしっかり理解をしていくで復習はまあご自身でですねそこの内容で不安なところをこれまで学習してきたインプット教材であったりとかもしくは論文で使ってきた教材を使って確認をして保管していくという形の講義展開ということになっていきます。 で講義はねできるりもり幅広くたくさんの内容を高速で扱っていくというのがコンセプトということになりますが講座の特徴としてはもう一つですねどうしても直前期ということになってくると講義を聞いてということだけではなくて質問をしたりとか相談をしたりというそういう機会というのを設けていくことが非常に重要だと思っておりますので通常の講義の形式に加えてですね大体の場合毎回1時間前後を予定していますが私の方でですね自由に質問を受けけて つけける時間というものを設けますですから講義の前になる時と後になる時ということで講義開講時にです、ね、具体的にはお伝えしようと思っていますけれども毎回講義の前後のところで1時間程度です、ね、私が質問に答えたりとかする時間を設けていきますので講義の中で出てきた質問だけではなくてです、ね、実際に自分で問題を解いていて疑問に思ったところであったりとか場合によっては実際に書いた答案について簡易的な形での答案指導という形でその時間を降る 役立ててていいただければとううふうに思っておりますでこのようにまあ質問相談の機会というのは、えー、講義の前後で設けますしあともう一つですね、えー、課外ゼミという形でですね、まあ、レックでは論文公開模試というのを実施していますのでその論文公開模試の全科目についてですね、えー、ゼミ形式で行っていきます、えー、こちらはまあ実際に皆さんがまあ書いてもらった、えーまあ、模試の問題答案ですねそれをベースにして、まあ、双方向形式ですね双方向形式での、えー、ゼミというのを行っていきますでその中でです、ね ですね。実際に穴になっている部分であったりとか、まあ、もしくは答案構成、答案作成の中で、えー、少しですね、押さえておかなきゃいけないようなところというのをそこの双方向のね応答の中でしっかりと理解していくということがポイントになってきます。で、こちらは一応双方向ということになっていますので、まあ、私の方から発問をしてですね、受講生の方に答えていただくという形式を取りますけれども、まあ、希望者の方はですね、聴講という形でまあ、他の方のね受講生の方の発問応答を聞いて、それでまあ実際に 理解してていいいいくという、まあ、そういうそ受け方も可能になっていますでこちらはですね Zoom での参加も可能になっていますので、えー、実際に通学されない方もですねその決まった課外ゼミの時間にですね、えー、まあログインしていただいてでそれでまあ参加していただくこの場合にはあのテレビ電話形式という形で、えー、まあ応答ですね まあ皆さんの方は顔は映らないような形にしますけれども、まあ、実際発問応答というのをマイクの形式で実際に受けるということも可能になっていますでそしてですね、まあ、実際に答案に関してはですね実際に書いたものを私の方でチェックするということもですね重要な意味を持ってきますので、えー、こちらはね希望者の方にはですね、えー、まあ論文公開模試で書いた答案というのにちょっと限定は、えー、いたしますけれども、まあ、論文公開模試で書かれた答案については、まあ、対面またはズ、えームで答案指導というのを実施することになっていますので、えー、こちら こちら実際に書いたものをすぐに確認をしていくというそういうふうにご利用いただければと思いますでその他ですね過去問を書いてみたりとか自分で実際に自習で書いてみたものについては先ほど申し上げたような前後で使っている空き時間ですねこちらは1時間の中で私の方が待機しておりますので実際に書いた答案は適宜持ち込んでいただいて簡易的な答案指導というのを行っていくことになります でそしてです、ね、実務基礎科目についてはですけれどもこちら、ある程度過去問というものはもうほとんど終わっているというのがある程度前提になってきますが実務基礎科目についてはやはり直前期ということになりますから講義の中では知識事項ですね特に即効性の高い問題としては民事実務基礎だったら要件事実それから民事執行、民事保全それから近年、出題の方は下がってますけれども放送倫理で抑えなければならない部分ですね。で刑事実務基礎においては 後半前整理手続きや証拠調べ手続きそして放送倫理といったような、まあ、知っていれば解ける問題であってでそしてまあしっかりと押さえておかないと差がついてしまうような内容についてやはりこれもですね短時間で一気にに確認していいくととうことになります合わせて実務基礎科目についてはこちらはですねやはり直前期になって勉強をね本格的に始められるという方もいますのでこちらはですねそのの実際の事例問題 を使っていきます。これはやっぱりレックの論文公開模試を素材としていきますけれども、そこで出てきた事例問題については、実際の,その、まあ、民事であれば事実認定、まあ、刑事の推認過程であったりとか、まあ、様々な まあ、事例問題の中で問われている問題の論述方法であったりとか、まあ、記述方法みたいなものを、まあ、実際に出題されている公開模試の問題をベースとして、えー、確認を進めていくということになります。まあ、ポイントコアを受けられている方は、まあ、実際書き方みたいなものについては、ある程度インプットをしているということになりますので、えー、どちらかというとそこの使い道をね、学んでいくという内容になりますが、えー、ただ、まあ、これの実践という位置づけになってきます。で、まだ、あの、十分にですね、実務基礎科目の対策がまだ進んでいない方もですね、この、えー、直前期にし ししっかりと対策をしておくこととが必要になってくるかと思いますでこちらはですね、まあ、例年直前期の対策講座ということになりますから、まあ、ある程度はね、まあ、受講される方っていうのもまあ少人数になってきますので、えー、もしですね、えー、まあ期間も相当短い中で短期的に、えー、集中的に行っていきますので都度出てきた質問であったりとかわ、まあ、からない点なんかをまあ相談するためのまあ まあ一つのま窓口というかね、そういう風な使い方もぜひ、えー、使っていっていただければと思います。えー、特にまあの受験生の方がね直前期に、えー、特にまあ、担当合格した方というのが多く、えー、受講されると思いますので、まあ、そのような方の学習の進捗状況を見たりとか、まあ、そういう風うな、えー、学習の 進め方というものを確認していく中で直前2か月の中で間違いないでペースメーカーをとしてしっかりと学習を進めていくために特にご利用いただければなというふうに思っておりますそしてですねスケジュールについてはこのように6月4日が開講で6月4日が無料体験かということになっていますけれども基本的には週2日の形ですね土曜日火曜日という形で週2日間講義日程という形で各科目進んでいきますでそれで最終的には論文の 本当に直前期でである7月の2日の日段階で実務基礎科目すべてを見ていくとなります。でこれでまあしっかり受け切っていければ講義のまあ一応一問一答という形になりますけれども高速で回していく中で予備試験の過去問で問われた全論点そして予備試験のみならず司法試験で問われたもので重要論点そして近似の判例といったような予備試験の直前期の中で差をつけられてはいけない問題そういったものについてはすべて知識面をすべて漏らす。 まあいう形で最終チェックをこの10回の講義の中で進めていきながら、まあ、論文公開模試の問題については課外ゼミを使って双方向でのやり取りをしていく中でですね答案の最終確認そして前後ですね講義の前後を使って不明点とかを潰していくという、まあ、そういう1ヶ月間ということになります。ですのでこの1ヶ月間は論文の直前に向かっていく受験生の皆さんにとってはまあ本当に重要な時期になってきますのでまあ本当に濃密だというかねしっかりやり取り やれることをやっていくように、講講義義のの方もですすね密度の濃いいを進めていくことになりますそして、まあ、当然、やり取りという形でこの答案指導であったりとか、まあ、質問・相談を通じてですね、まあ、1ヶ月間の間、まあ、本当に悔いのないように全力を尽くすような形でですね、学習を進めていけるように、こちらの方も進めていくことになります。でこちらはですね え一応ポイントコア講座受講された方についてはえ一応割引ということになってますかねえ20%割引の価格ということになっていますのでえまあポイントコアを受講された方でですね受講される方はえ一応そういう形になっているということになって あのなってますのでまあその点もですね、えー、ご留意いただければと思いますで一応ねこちら、えー、直前期本当に、えー、まあ、今まで学習してきたまあちょっと集大成という内容に、えー、なってくると思います、えー、ですのでまあ、予備試験の過去問をやっている方についてはですね、えー、しっかりとその過去問で出た知識が一般化されているかというのを、えー、しっかり見ていくこともできますでまだ十分にですね過去問一回回したけれどもまだ、えー、それがですね他の答案で使えるようになっているか不安だという方は、えー、これを通じてそこを一般化する際 作業というものをねしっかり進めていくことになりますのでまあ、ぜひですね直前期ま興味のある方やましっかり1ヶ月間ですね学習を進めていきたい方はですねこの6月4日民法の1回目の講義がありますのでぜひご検討いただければと思いますそれでは私からの直前講座の説明動画は以上といたしますそれではお疲れ様でした